This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。文化省と保健省は共同でコロナ感染拡大防止のガイドラインを設定しました。良質なタイの牛肉を世界市場に売り出すプロジェクトが開始されました。工場の新増設で3万人を超える雇用が創出されました。ペチャ文献で恐竜の足跡の化石が発見されました。それではまず初めのニュースです。文化省と保健省は共同でコロナ感染拡大防止のガイドラインを設定しました。数日後には新学期を迎えるとして、学校や教育機関では保健省と共同でコロナの感染を防ぐためのガイドラインを策定しています。現在全国の小中学校ではすでに新学期が始まり、政府は子どもたちの健康を心配しています。このため文化省と保健省へ新型コロナやインフルエンザなどの呼吸器系疾患の蔓延を防ぐためのガイドラインを共同で策定するよう指示しました。大正月ソンクラン祭り後、コロナの感染者が増加している上、この時期雨季が近づいているためインフルエンザの流行も懸念されています。ソンクランの大型連休後であり、また現在コロナ疾病管理対策の緩和も進み、通常の生活に近い状態に戻ってきたことも感染拡大の理由となっています。プラユット首相は、教育機関において学生が様々な活動に参加する前に病気の子どもとの隔離、環境、場所を教えるための設備、玩具や遊び道具の消毒、石鹸、アルコールジェルを使った手洗い場の設置やスクリーニングの方法など明確なガイドラインを設けるべきであると考えています。プラユット首相は、文化省と保健省が共同で全国の教育機関に同じように防止対策を実施できるよう共同でガイドラインを設けるよう指示しました。次のニュースです。良質なタイの牛肉を世界市場に送り出すプロジェクトが開始されました。国家村落共同基金事務所の開所式が行われました。これは草の根経済活動を強化するプロジェクトで、持続可能な強い村とコミュニティの発展を目指しています。その活動の一環として、国民が美味しく食べられるよう良質なタイの牛肉の生産に取り組んでいます。一般的に東北地方で農家や畜産業を営んでいる農家は恵まれていると言われています。東北地域は地理的に重要な強みを持っているためです。中国の一帯一路構想のプロジェクトで、中国の昆明からラオスのビエンチャンまでの1035キロを走る高速鉄道が整備されました。この鉄道開始により輸送にかかる時間はわずか8時間に短縮され、中国ヨーロッパ鉄道プロジェクトを通じて世界各国へ商品を輸送することもでき、タイの貿易や投資、そして観光などタイ経済へも利益をもたらすと期待されています。これはタイの農家にとっても絶好のチャンスとなっています。中国は年間50万頭の牛の需要がありながら、ラオスでは中国市場の需要に見合うだけの生産ができないと予想されています。タイ政府は
国家村落共同基金事務所に畜産に興味のある農家へ牛を育てるための資金と知識の両面で支援するよう指示しています。2023年には牛肉や牛肉製品を輸出できると見込んでいます。2022年からベトナムや中国では牛肉の需要が増加しています。中国では前の年から 0.83%、 ブラジルでは 1.02%、 アメリカでは 4.15%、 欧州連合では 0.85%、 それぞれ需要が増加しています。国家村落共同基金事務所のナコンパノム県畜産部パタナポン助教授は、タイの牛肉が中国に輸出されるにはまだ多くの問題があることを指摘しています。牛肉消費の需要が高いため、中国では年間50万頭の牛の輸入を目指していますが、輸入には厳しい制限があります。輸入が許可されている品種があり、タイ、ラオス、インドが原産で、体重が1頭350キロから400キロ以上あり、肉が多く筋肉が引き締まっていることなどが必要とされています。また牛肉の加工でも様々な規制があります。ナコンパノム県では牛肉のグレードを開発する意向です。日本のように開発できれば A5 ランクのプレミア肉も輸出できるようになります。しかしプレミアム牛肉市場は限定的であり、より大きな市場を持つ A2、A3 ランクの肉の開発も進める方針です。現在タイ人の牛肉消費量は年間1人当たり3キロ程度ですが、中国人は1人当たり年間10キロ消費しています。まずは牛肉を輸出することを優先し、最終的な目標としてナコンパノム県を牛の繁殖の地とさせることです。国家村落共同基金事務所では、フラングス種と黒毛和牛を混ぜる中型サイズの牛の飼育を進める計画です。これはメスは体重450キロ、オスは600キロから650キロ程度で、畜産を始めたばかりの農家でも比較的飼育が容易だとしています。次のニュースです。工場の新増設で3万人を超える雇用が創出されました。工業省によりますと、タイでは2022年10月から2023年3月までの今年度上半期に1211件に上る工場の新増設があり、これにより1130億バーツが投資され、新たに3万人以上の雇用が創出されました。またこれはバイオ循環グリーン経済と環境に優しい自動車を奨励促進するという政府の方針に沿って、バイオプラスチックや電気自動車関連の投資が増えたことに伴うものとなっています。バイオプラスチックに関して政府は法人税率を引き下げる形で奨励しており、今年度上半期期間中の工場新増設への投資のうち190億バーツ余りがバイオプラスチック関連となっています。バイオプラスチックは植物などの再生可能な有機資源を原料とするバイオマスプラスチックと微生物等の働きで、最終的に二酸化炭素と水にまで分解することができる生分解性プラスチックの総称となっています。次のニュースです。ペチャ文献で恐竜の足跡の化石が発見されました。天然資源環境省鉱物資源局によりますと、中部ペチャ文献ナムナオ郡で5月6日幅10メートル長さ3メートルの区間に複数の恐竜の足跡が矮品ラット岩石の干上がった川の底から発見されました。知識学者のカモンラック氏によりますと、2億2500万年ほど前に生息していたとみられる恐竜の足跡の化石です。この足跡はブロントサウルス、ディプロドクス、ブラキオサウルスなど首の長い草食恐竜のグループである可能性があります。この足跡の発見により、タイにおける古代生物の進化に新たな光が当てられるかもしれないとして期待されています。今回は寒気で川の水量が減ったことから川底が露出し足跡が見つかったものです。ナムナオ郡では2012年にもナムナオ自然保護グループが別の場所で恐竜の足跡化石を発見しています。ペチャ文献には恐竜やその他の古代の生物が
たくさん生息していた豊かな歴史があります。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。文化省と保健省は共同でコロナ感染拡大防止のガイドラインを設定しました。良質なタイの牛肉を世界市場に送り出すプロジェクトが開始されました。工場の新増設で3万人を超える雇用が創出されました。ケチャ文献で恐竜の足跡の化石が発見されました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.